今日は N5 の漢字を勉強していきます今日は N5 の4、5、6の3つの漢字を勉強しますまず漢字クイズですさてこの漢字は何と読むでしょうかヒントはひらがな5文字ですこの5文字の漢字はポケモンに出てくる言葉です でも、強い人たちのことです。答えは最後に発表しますね。まずは、四。音読みは、し。音読みは、し。訓読みは、よ。四つ。四つ。四。訓読みは4、よ。四つ。四つ。四。名文いきます。三回繰り返しますね。友達と四時に。 待ち合わせる友達と4時に待ち合わせる友達と4時に待ち合わせる4時からカフェで待ち合わせおいしいケーキを2人で食べるケイのおすすめのカフェは「米田コーヒー」という名前のカフェです他の言葉も一緒に覚えてみましょうこんな言葉もあるんだ へー知らなかったくらいで大丈夫です。4枚、4枚、4枚。4日、4日、4日。四角、四角、四角。そうそうそう。4日と8日はよく,よく似てますが違います。4日は4 days のこと。8日は 8days ですこの二つは似ているからよく聞こうね次は五を覚えましょう音読みは5音読みは5訓読みは5 5つ訓読みは5みは 5, みは 5, 5つ,5 5つ例文いきます三回繰り返します五0の等を見に行く五0の等を 見に行く。五重の塔を見に行く。京都や奈良にある五つの屋根がある建物です。ポケモンでも、鈴の塔という五重の塔がありました。一番上の階には鳳凰がいました。鳳凰は伝説のポケモンです。他の言葉も一緒に覚えてみましょう。こんな言葉もあるんだ。へえ。 知らなかったくらいで大丈夫です5月5月5月5時5時5時5日間5日間, 5, 日間5月といえばゴールデンウィークというものがあります5月は休みが多いですその休みが多いウィークなのでゴールデンウィーク と言いますゴールデンウィークはディズニーランドやユニバーサルスタジオジャパンなどの観光地がとても混みます人がいっぱいになります5月に日本に来ると大変かもしれませんね次は6を覚えましょう音読みは6音読みは6 訓読みはむ、六つ、六つ、むい。訓読みはむ、六つ、六つ、むい。例文いきます。三回繰り返します。少し長い例文です。病院で六日分の薬をもらいました。病院で六日分の薬をもらいました。病院で六日分の薬をもらいました。 薬をもらいましたあまり言わないのですが別に6日分と言っても通じますただ日本人の心の中ではあれ6日分って言うんじゃなかったっけと思いますでもそんなことは気にしなくて大丈夫ですそんなことを気にしていたら人生が 終わってしまいますあなたの日本語で喋ればいいそれだけです他の言葉も一緒に覚えてみようこんな言葉もあるんだくらいで大丈夫だよ6つ6つ6つ6時6時6時6万円6万円6万円 6万円を持っていたらプレイステーション5が買えます。日本には便利な家電、面白い家電があるのでエレクトリカルプロダクトが好きな人は家電量販店ヤマダ電機やケーズ電機に行ってみると楽しいよ。お疲れ様でした。では最後にクイズの回答を発表するよ。正解は 四天王四天王,四天王みんなは初代ポケモンの四天王を覚えてるケイは忘れたから調べたよ初代ポケモンの四天王はカンナシバキクコ渡るだったよ四天王はとっても強かったよねちなみにケイは最近のポケモンは やっていないから新しいポケモンはよくわからないんだごめんねそれでは今日習ったことの復習をするよ今日は3つの漢字を覚えたねそう n 語の漢字4 5 6今回は簡単だったかな難しかったかなよかったらコメント欄で教えてね ケイは1週間に1本くらいのペースで動画をアップロードしています。あなたがもし漢字が苦手な人、漢字が嫌いな人、漢字を好きになりたい人であれば、チャンネル登録して次の動画も待っていてください。いいねしてくれるとケイはとても嬉しいです。ではでは今日のお勉強を終わります。ではケイでした。またね